あ、お疲れ様です。おいおい。あれ、声大丈夫ですか？大丈夫だよ。はい、お願いします。ちょっと梅原アドバイスをもらいに来ました。アドバイス。アドバイスな。僕はできるよう、ちょっとできるようになったんですけど。何を？ソニックの垂直。ああ、そうだね。ちょっとしてるね。ちょっと。うん、あの、固まりすぎちゃって。なんかその先がないなって感じになっちゃいましたね、今。そうね、まあ、っていうか、なんか、はいはい。もう、何してもダメみたいな感じの動きになってるよね。え、嘘？本当ですか？俺にはそういう風に映るけどな。何してもダメ、うん。いや、実際何してもダメなんだけどさ。やらせてます。大層思った。はい、詰まされてる。なんか詰んでんだよな。ここ数日間なんか詰んでる。確かにね、もう勝ち越せるビジョンは全く浮かばない。チャンス先ですら引けない状況超続いてますね。そうだよね。長い。うん、このキャラで3引けないってないと思うんですけどね。そうだね。普通はそうだね。あの肘当たった時だけ勝てますわ。そうだね、肘当たった時は勝つね。勝てる。肘当たんないと勝てない。そういうキャラじゃねえはずなんだよ。どういうキャラですか。いや、結構コツコツ稼いで最後は鏡で殺すって感じだとは思うんだけど、普通に考えると。立ち回りも結構強く作ってもらったらしい。立ち回りもかなり強いキャラですね。最近の流星はもうなんかザンギエフみたいな感じになっちゃって、最後のトリガーでもうやるしかねえみたいな。初めて言われたな。ザンギか。あ、まあ、こんな追い込まれてんの梅原さん戦ぐらいですよ、マジで。まあ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 、まあ、ユリの戦は実際あの俺の勝率かなり高いんだけど、負けてつ人いなそうだなって思いますね、これだったら。もう少なそうだね。確かにザンギフだな、これザンギタイムっすよね。そう、崩れないんだもん、これはね。まあ、練習してるけど、これは正直ファジージャンプ。え、でも肘のガードでいきます今。今のガンガードしたんだよ。あー、上入れてなかったんですよね。体力に余裕があったから。そうか。そう。はい。だから、投げ食らっていいやっていう時は、投げ捨ててるから。はい、あ、捨てる、まあ、捨てることが多い。ファジーじゃなくて、100% 捨てるわけじゃないけど。ガードだけ。はい。そうそうそう。いろいろ入れてる。サマーとグラップとファジージャンプと何もしない使い分けてるから。はい。まあ、実際かなり、被弾しづらいとは思う。散らされるとやっぱ嫌ですね。マジ。わあ。なんかどんな展開からでもなぜかお前が死ぬな。なんでなんですかね。いや知らん。今のとか普通はそっちが勝たなきゃおかしいぜ。こっち有利でしたね今。有利だったよ、めちゃくちゃ有利だった。投げ通ったあたりからおかしくなりました、あれっつって。そうだな。ちょっとだから何なんだろう。はい。パターンが一緒とかなんですかね。まあぶっちゃけね、セオリーでやりすぎなところはあるね、
どういうとこですか？セオリーっていうか、まあ、人読みもあるんだけど、はい。人読みもあるっていうか、まあ、人読みなんだけど、めちゃくちゃ。あの、立ち中盤とかは超人読みだった。ダッシュからですか？違う、はい。どこだったかな？どこだっけな。置き攻めの部分じゃありませんでしたっけ？どっかで立ち中盤ぐらい。座った。そうそうそう。はい、で、あれ爆発したでしょ？しました。うん。で、爆発するの知ってんのね、あそこ。だから、はい。そう。あれ人読みだね。で、その後しばらくおとなしくなるのも知ってるからな、もう人読みなんだね、正直。人読みは超ある。あー。うん、なるほど。でもね、それ変えてないから多分、ダメで取りやすくなってるんですよね、きっと。そう。あ、なるほど。全然でも気づきませんでした。いや、気づいてないから、ずっと俺は勝ってんだけど、多分。はい、すいません。確かに。あー。これでも一回、置き攻めのああいう被弾しちゃうと、全部投げ捨てとかになっちゃいますね。そうなんだよね。うん、まあ、結構でもそれは仕方ないとは思うけど、はい。いや、ピュアリたくないじゃん。そうですね。実際それで、そのおとなしくするっていうのは、安定感はあると思うんだけど、はい。俺が結構その前の癖知っちゃってるから、でもなんか人読みがめちゃくちゃもう最近やってるから、かなり細かいところにまで行き届いちゃってて、はい。なんか、どういう人読みですか？他なんかありますか？これ露骨だなとか変わんないなみたいな。なんだろうな、これ選択肢がね、どんどん消えてっちゃってるんで、弾も全然打たなくなっちゃってるし、前捨ても全然しなくなっちゃってるし、前捨ても捨てないじゃん。そう、まあ、お前がそのモード入った時に俺が咎めてるからなんだけど、はい。でも別にそれってちゃんと読みがあって咎めてることだから、はい、うん、その行動そのものが絶対ダメなんじゃなくて、読まれてるっていうことが問題。そう。でもお前一回やってダメだったらその選択肢消しちゃってるんだよ。確かにやんなくなりますね。なるほど。確かにでも俺さっきの試合ダッシュと球全く打ってませんでした、本当に。それがずっと続いてて、あれ一生勝つなみたいな。はい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 、はい、それに気づかず、そう、はい、お前がじゃんけんしてんのって本当トリガーの時と、立ち回りでのもうじゃんけんが ない、ただ一方的に殴られ続けるみたいな感じで、後から見返したら相当ボタンを押してないなって思うと思う。あ、自分の試合ですか。あ、めちゃくちゃボタンを押してない。てかもう、押せなくなっちゃってて、はい、それは俺の体力減らねえわなっていう。当たってないってことですもんね。当たってないところか、攻撃判定出してねえんだもんお前が。それもサガチューとか打ってますよ。まあそうだけど少ないですか。少ないっていうか、まあ意味のない様子見になってるってことなんだ。意思を持って打った中盤じゃなくて、苦し紛れみたいな。そう。あ、なるほど。確かにそうですね、俺。当たる？いや、当たらないか。やっぱトリガーが強いからそういう、まあ、正直甘えてるプレイだと思うんだけど、そのトリガー止まるまでは、ナーナーになるみたいな。うん、で、はい、やっぱじゃあ普段からそのトリガーが止まる前からきちんと今、この人これをこういう読みで動いてるだろうからこれを通そうみたいな感じで やっていかないと、やっぱちょっと厳しい。なんか前も同じ話しましたね。そう、確かに。ちょっとでも見るようになったんですけどね、相手キャラだけ見るみたいな。自信がなくなっちゃってるっていうか、その立ち回りに関してなんか何やっても返されるんじゃねえかみたいな状態になっちゃう、はい、気持ちは分かるんだけど、でもそれで何もしなくなったら本当に勝てなくなるから、さすがに。逆に勝率下がるってことですよね、そうだ、押さないから。
確かに。読み合いがってないってことですかね、立ち回りの読み合いが回ってない。回ってない、全く回ってない。なるほど、うん、これだからかなり内容変わってないから。あ、本当ですか。うん、でさ、細かい動きは変えるけど、うん、はいはい、本質的には何にも変えてないから。俺の中だとちょっと変わってる感じで対戦してましたね。ね、そうなのか、はい、お前がちょっと変わるのを予測してちょっと変えてるぐらいの感じ。流星こういう風に、こういう風に、そうそう、はいはいはい、こんな感じに変わるだろうなっていうのを、まあ、その人読みなんだけど、はい、結局それでなんかちょっと変えてるけど、本質的にほとんど変えてない。あー、なるほど。確かにそれだと勝てなそうですね。根元が変わってないってことだから。ああ、今の状態だと多分なんかずっと続くね、多分この感じが。お前が一回か何か決定的に変えない限りは、はい、ああ、ずっと多分同じ展開っていうか同じような感じで、はい、負け続けるっていうか。あの、変えないとそうですよね、きっと。お前なりに変えてるつもりなのは分かるんだけど、例えば、はい、次対例えば今日とかさ、小木さんでしゃがみシューキック使うようになってんじゃん。うん、そうですね。うん、そういうのは分かるんだけど、はい、その程度の変化だと、あの、全然足りない。足りない。その程度の変化は分かんない。なうん、変えてきてるのは知ってんだけど、そういうのね。はい、はい。中足、小木攻めに取り入れ始めたんだなってのは知ってるんだけど、うん、そこじゃないよってことですか。いいと思うよ。武器が1個増えたのはいいことだけど、はい、まあでも、うん、そうだね、まあ別に、まあそこじゃないよねって、まあそうだね、正直そうだね。なるほど、それ難しいな。でも難しいんだよ、立ち回りの部分ってことですよね、きっと。そう、立ち回りはね、ちょっとやっぱり、はい、もう何もしない感じになっちゃった、うんうんうん、はい、ちょっと潰されまくって何もできなくなっちゃってますね。ガイルにひたすら寄られて殴られ続けるみたいな、そういう試合。まあ、実際ここ数日でそういう、なんつうの、結構前捨てしたら止めて、飛んだら繰り上げしてみたいに、はい、何もしたくなくなるような展開が続いてるから、はいはい、しょうがないんだけど、誰でもそうなっちゃうから、うん、ただけど、その、はい、言ったらちょっとメンタルやられちゃってるわけじゃん、今って。多分、あ、自分で気づけるかとか分かんないけど、もう、いや、弱気なプレーだなって。そう、弱気だから、はい、なんかしら自信を取り戻すきっかけ、それは攻略でもいいし、はい、まあ、他のガイルにすげえ勝つでもいいし、はい、なんでもいいんだけど、とにかくその自信を取り戻さないと、もしかしたらずっと同じことが続いちゃう、うん、で俺とかはやっぱり対策しようと思った時に相当し、はい、対策するっていうか調べるから、はい、それまで全然勝てない相手とかでも結構なんとかなったりすんのよ。その、あ、じゃあ今から対策するぞってなると、はい、そう、浮き攻め中足にしましたとか、そういうレベルの対策じゃないですか。もっとこう全体的なってことですよね。そう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 、試合の組み立てみたいな。そうそうそう、はいはいはい。なんか時間が経つと梅原さんがいろんな人に勝ってるの見ますね、本当に。ま、しつこいからね。諦めない。諦めないから。ああ。諦めないから、やっぱ数、みんなどっかで気が休まるじゃん。例えばこうやって、や、休まるっていうのは、コロナで自粛だなとかさ、無理じゃんこれみたいな。はい。なんかシーズンとシーズンの間だなとかさ。大会さしばらくねえなとかさ。でもツアーの時よりみんなやってないですよね、きっと。まあ絶対そうでしょ。確かに梅原さん、そうですね、変わってない。確かに、てかやってる量増えてる。いや、増えてる、そうそう、増えてる。そりゃ強いっすわ。家にいるからさ、やることねえんだ。やっちゃうじゃん。
でもそれみんな同じじゃないですか、家にいるっていうのは。あ、他のゲームやってんじゃないの、知らんけど。多分他のゲームでしょうね。あ、結構減らしてる。大会とかなくても5ずーっとやってるんですか、梅原さんは。毎日やってるよ。グラブルとかやろうってなんなかったんですか。それはなんなかったね。ああ、なんだろ、ストリートファイターが好きってことなんですかね。それもあるけど、だって、はい、どうせだってまたさ、大会とか始まるじゃん。ありますね、うん、ツアーとか、っていうか、なんなら来年とかもありそうだし、うん、まあ、来年いっぱいは多分あるじゃん。で、その、はい、だったらやっといた方がよくねっていう、シンプルに。はいはいはい、っていうのもあるけど、強くなっといた方がいいですもんね。そうと思うけどね、大会でんなら、うん、でもやっといた方がいいんじゃないか派ですね。あの、俺スト4からスパ4に変わる時に、はい、スパ4が出る1日前までスト4やってたからね。うん、他の人やってました、それ。いや、やってないでしょ。あ、梅原さんだけ。いや、だけっていうか、まあやってる人いたけど、はい、やっぱみんな絶対少なくなりますよね。そう、そろそろまあスパフォー出るし。弾、俺弾打ちますわ。あ、そう。じゃあ飛びますか。飛ばないでください。いや、これ見てから飛ばれてるんで、これはダッシュが通るはず。あ、そう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 。多分そういうのですよね。そう。そうやって立ち回りで、はい。で、なんでユリアンが強いかって言ったら、そういう部分で多少負けても最後にまくれるから強いわけ。はい、なんか帳尻合わせでいきますよね、そう、今キャラは。今のちょっと適当に見た。やっぱ通話してるからこれ。は、うわ、解説していいですか、今のグラップ。はい。そっちスパコンマックスだったから、はい、投げられると次のエイジスで多分死ぬんだ。投げエイジス、投げスパコンで。あ、僕そのつもりでやってました。そう、だから抜けた。そう、だから抜けた。ああ、一応そこまで考えるから。ひじくらったらもっと痛くないですか。まあでもどっちにしろ次でリーチになるんだったら、あの投げは選択肢に、はい、うん、投げっていうかバックジャンプか、ごめん、バックジャンプ選択肢に、はい、入れといた方がいいでしょ。絶対バックジャンプするわけじゃないけど、はい、投げを捨てなかった理由は、投げ捨てると次の投げで終わるから、どっちにしろリーチかかるからってことですか。そうだったら、はい、読み合いしてもいいじゃん。あー、なるほど、すごいなって思いました。確かに。実際抜けられるときついグラップでしたね今。お、やってない。新しいな、流星。変えてきたね。変えてきたね、自分を。たまっ。たまった。あ、ここでダッシュなんですよ。きちい。これはなんか、はい、この試合になってマエステ入れ始めてるから、はい、会話がなくても今のマエステは多分止めてる。あ、もう意識してるってことで、うん、そう、あ、流星がマエステ、流星がマエステを思い出しましたってなんかこうピコーンって出てるから、いろいろ画面上に。俺の選択肢、流星マエステ始めましたって出てるから、どっかで要所でまた来るなっていうのが読みとしてあるから、今のは会話してなくても多分止めてる。あ、そしたらでも弾とか通るってことですよね。まあそう、まあ他の、そうだね、アプリケが通る、はい、そうそうそう、なるほど。きたー。え、これ投げ捨てるで肘なんですよ。肘はあの選択肢、はい、てかその V リバーされちゃうっていうのは意識した方がいいかもね。今の V リバーされたら終わるから。あ、
スフィア打った時点でもう負け試合みたいな。うん、タッチ中盤だね。やるならタッチ中盤じゃない？画面端まで行っちゃった。確かに、はい、中央だったらさ、バックステも枯れるからいいと思うんだけど、はい、中央だったら、端だったらもう中盤じゃない、頑張って、タッチ中盤。リターンが高すぎて打ちたくなっちゃうんですよね。いや、どっちが当たっても今勝ちだから。はい、なので、ね、ユニバーサルの選択肢やんない方がいいよね。逆に効率あれってことですよね。逆にっていうか当たってもいいんだったら、うん、はい、逆にっていうか効率悪い。普通に考えて、そう。V ゲージがないんだったらやっていいけど、はい、攻め系できる。あるんだったら、うん、やばい。あ、あとね、投げな、はい、投げスパコンで終わんなくても、はい。投げが当たったときはゲージあったときスパコン打っていいと思う、基本的には。置き攻めいけないけど打った方がいいんですか、あれ。俺は打っちゃっていいと思う、うん、その理由は多分もう、はい、もう投げスパコンのチャンス来ないから。あー、うん、ダメージ、ゲージ効率的に絶対もっと、うん、はい、絶対もっと悪いゲージ効率になるから。これ飛びますよ。いや、あ、なんだこれ。いやな、出ちゃうんだよ。出ちゃう体に改造しちゃったんだよ。内緒で。人ボックスインチキじゃないですか。いや、人は関係ない。人は関係ない。人は関係ない。いや、これデバイスあるな。なんで抜けんの。いやいや、足が絡んでるから。ああ。ちょっとやべえじゃん、さすがに投げ捨ては。これはもう、これはもう走ったらいいんだけど。はい、足に行く投げは一応、え、今ってスパコン打った方が良かったですか。あ、投げると これいや、これは多分スパコン打つと、いや、まあ、どっちにしろまあ負けだけど、はい、さっきの俺の話は、はい、例えばじゃあ投げスパコン決めました、はい、で、あと投げ一発分ぐらい相手の体力残ってます、はい、そしたら別にどっかでエイジス発動して、はい、投げりゃさあ、同じことじゃん。あ、例えば投げ、はい、投げました、置き攻めしました、はい、でもう一回エイリス絡めて投げました、はい、でスパコン入りましたで勝ちましたって同じじゃん。投げを2回決めてるっていう点では同じだから、うん、で、はい、ただその投げ最初に投げた時にスパコン決めとくと、はい、その後の投げが決まんなくてもゲージ貯めて EX2 から投げるとか、その勝ち幅が広がるはずなんだけど、あ、でそこでもしじゃあ投げが2回目のエイジスで投げ通んなかったら、もうスパコン当てる機会ないからね、絶対。ガイル相手だとそうですね、てか当たってくれない強い人もそういうの、そうだからゲージ腐って終わるんだ、はい、うん、だったら打った方がとっとと打った方が、はい、だって投げスパコン以上にダメージ効率のいいゲージの使い道って多分ないから。まあ、あれは最強ムーブですね。そう、多分残しておく意味がないと俺は思う。分かんないけどね、ユリアン自分で使うわけじゃないから分かんないけど、はい、中盤からの刻めのが強いのかもしれないけど、まあでも、うん、エイジス、あ、どうなん、エイジス持ってる方が強いかな。なんかいろいろやった方がいいですよね、その今の話もそうだし。使った方がいいですか。絶対使った方がいいと思う。絶対使った方がいいですか。あ、なんでーまだそれは知らんわ、これ。それは知らん、それは知りません。走っていいですか。どうぞ。マジですか。いいよいいよ。ほ、いいね。おお、これ刺激的。楽しい。止められるな。これ飛ぶんですよ。は、これ撃つんですよ。いいよいいよ。何やってもいいから倒そう。いや、何やってもいいでしょ。お、いいね。しつこいしつこい、そのしつこさいいよ。よし、死んだ。はっ、
ガードしてんの。あーちょっと猛牛すぎた、うん、いやでも全然そういうスタイルもありだと思うよ。切り替えないとダメ。全然てか何してもいいよ。一番良くねえのは同じやり方を永遠することだから。はいはいはい、うん、そのやり方も通用しなくなったら変えなきゃダメだけど、はい、うん、変えられるんだったら何やってもいいよ。はい、わかりました。ゲージの使い道全部 EX セットにしましたって。別におおそうか、あり、うん、相手がでも死ぬんだったらそうですよね。そう、勝てばいいんだよ、勝てば。ちょっと死なないな。これやりすぎですか。一応見てれば止めれるから。はい、うん、今のは弾打つか歩いて中足。